はい、今回もドラクエウォークやっていきたいと思います。はい、今回はですね、毎週2回恒例の10キロジョギングした後のウォークモードを解除というものでございます。はい、こちらですね、ウォークモードを今ロックかかってるんですけど、はい、ロック解除しました。ではウォークモードの方を解除していこうと思います。先ほど10キロね、走ってきて帰ってきたところです。では解除します。はい、解除。はい、686匹モンスター倒しました。で、まあ、あのね、悪魔神官とかキラーマシンとかね、まあ、レア枠のね、心。あと、ボーンナイトですね。はい、一応ですね、シナリオの方は、ボーンナイトのレアモン各編のシナリオを回っております。まあ、これだとね、基本ワンパンで倒すことができると。はい、あと、スカウト結構大量ですね。金の卵1個と銀の卵2個。あとはですね、モンスター8匹ということで、まあ、ほとんど5000歩族と7000歩族ですかね。はい。まあ、ちょっとね、内容はいまいちですけれど、まあ、数はね、結構いるかなと思います。ということで、スカウト情報以上です。はい。で、ちょっと卵の方はね、ちょっと孵化しなかったみたいですね。金の卵をね、セットしておいたんですけれど、まあ、歩数的には、結構残ってますね。3731歩。で、訓練場の方をちょっと見ていきますと、はい、1万3000歩足をね、置いておいてですね、はい、レベル1からレベル43まで、上がりましたということです。はい。ということで、まあ、この後ね、こちらですね。はい、アルクンデス W の方を見ていこうと思います。はい。こっちは1万1000歩ぐらいか。はい。ですね。はい。はい、スラミチに、まあ、ちょっとね、変身できるみたいなので、ちょっと見ていきましょうか。はい。どうしようかな。これ、変身、しびれクラゲね。じゃあ、まあ、とりあえずやっときましょうか。はい。はい、ということで、武器錬成とかね、なんかいろいろとミッション達成の合図がありました。まあまあ、はい、ということで、まあ、この後はですね、はい。まあ、ちょっとボーナスダンジョンをですね、まあやっていこうかなと思います。で、ちょっとボーナスダンジョンに行く前にですね、本日というか昨日からですね、武器錬成の方が、新たに実装をされました。ボロ系のウィップとですね、コクラの爪ですね、私両方ありましたので、一応ね、装備させて、今、錬成、中です。で、ちょっとね、経験値の方が上がってきましたので、こちらですね。はい。回2にしました。ボル系のウィップはね。ボル系のウィップは回2で、コクラの爪もね、レベルアップできるけど、まあまあ、いけますよね。はい。ということで、はい。コクラの爪も、回2にしておきました。はい。ちょっとね、さっき、ジョギングしながらね、途中で経験値マックスになってもったいないなと思いながら、まあ、走ってたんですけど、まあ、そこはね、もう仕方ないですね。ということで、では、この後ですね、ボーナスダンジョンの方をやっていこうと思います。ここですね。はい。まあ、スロットマシンをね、3回、引くといいますか、3回チャレンジすることができるというものでございます。はい。こちらですね、扉開けて入っていくんですけど、扉がね、キラキラ光る演出が出ると、まあ、当たりが出やすくなるんですけど、どうでしょうか。今回は、はい、演出なしですね。はい。結構、まあ、あんまり大当たりは、まあ、期待できないのかなという感じですね。はい。まあ、とりあえずやっていきましょう。はい。最初の戦いが、はい、来ました。キラースロットマシンを、まあ、倒していくという形になります。一発だと無理かな。はい。一発だと無理ですね。はい。はい。ここで、はい。はい、ドラキーがね、揃いました。まあ、これはこれで良かったね。経験値6万ぐらいね、もらえますので、まあ、あと、レアお宝ボックスも、ね、ご褒美としてもらえますので、まあ、これは良かったですね。何も当たらないよりは良かったと思います。はい。では、あと2回ね、チャンスありますので、チャンスあります。はい。世界樹の転送、あ、2つで、はい、もう外れ決定ですね。はい。はい。ということで、まあ、あと1回ね、最後です。まあ、今回はね、最初の扉開けていく時の演出が、はい、ほとんどなかったのでね、あんま期待できないような気はします。はい、ボルケノイップ。お、ドラキーが2回当たりましたね。はい。まあ、これはこれで良かったね。うん、最初の演出がしょぼい割には。
上出来だと思います。で、まあ、これで経験値127,500、いただきました。そしてレアお宝ボックスを2ついただいたことになります。はい、というわけでですね、まあ、今回はね、最初の演出しょぼかった割には、まあまあかなと思います。ということで、まあ、今回はですね、こんな感じになろうかと思います。ちょっと一応ミッションの方を見ていきましょうか。こちらですね。全部、もらえたかな？はい。ね、1万歩と、あとは、回復スポットの50回も、まあ、すべて達成したので、まあ、ノーブルとコクランの装備の、配布チケットはすべてゲットすることができましたということで、まあ、ガチャはね、ちょっと、引いていくんですけれど、また別動画という形でやっていきたいと思います。はい。ということでですね。今回は、はい、10キロ走った後のウォークモード解除とボーナスダンジョンでございました。はい、そんな感じで今回終わろうと思います。ではまた、おつ！